んだい、何か買ってくのかい。この本いくらですか。ああ、あんたフェアリーテイルの魔導士かい。そしたらさぞかし稼いでいらっしゃるんだろうね。そいつを買うっていうなら20万ジュエルでどうだ。20万？そんなに出せるわけないでしょ。というか完全にぼったくりじゃない。それじゃあこの本は譲れんな。だがどうしてもというなら品物と交換ってのはどうだい。品物？ここに書いてあるものを集めてきてくれ。そしたらそれと交換で譲ってやるよ。なんで私がそんなお使いみたいなことしなきゃいけないのよ。ちゃんと適正価格で売ってくれればそれでいいんだけど。おやおや、まさかフェアリーテイルの魔導士ともあろう人がこれくらいも集められないと。なんかムカつくわね。分かったわ、やってやろうじゃないの。よろしく頼むよ。ここにしましょう。気をつけていきましょう。よっと。よっと。ありがとう。どこ行こうかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。やっ！切られたいものからかかってこい。よし、任せて。いたぞ。カット、やってやる。カリューのゴール。暴れたんねえぞ。よし、どこ行こうかな。ここにしましょう。頼まれてたもの持ってきたわよ。これでいいんでしょ。毎度あり。それじゃあこいつは持ってっていいぜ。ほれ。まあ投げないでよ、20万ジュエルの本。20万？ああ、そういう設定だったか。設定って言った今。聞き間違いだろ。ほら、用が済んだらさっさと行きな。釈然としないけど、まあいいわ。ともかく本が手に入ってよかった。早く帰って読もうっと。帰ってきたぞ。
行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。さあ、行くわよ。開け。また地球の扉、カプリコーン。あやるじゃねえか。痛いものからかかってこい。痛いわよ。おりゃ、よっしゃ、勝った。よいしょっと。切られたいものからかかってこい。痛いわよ。カリーの鉄拳決戦、我々の勝利だ。よいしょっと。よいしょっと。よっしゃ、行っちゃいくか。なかなかやるでしょ。
やるじゃないか。調子いいね。よし。もう。どうかしら。どうした？やった。どうした？どこ行こうかな。やっと。行こうかな。ありがとうございます。よし。ただいま。やるな。やるじゃないか。いいぞ。よーし、バッチリですね。皆さんおめでとうございます。ギルドが無事に再始動できたみたいで、私もほっとしました。立派なギルドというにはまだまだ足りませんが、これからが楽しみです。頑張ってくださいね。
頑張っておるの。おお、おいおい、ラクサス、いいだろう。レイズンゲットボルト、最大防御魔法陣三中心。ハッハッハッハ、よし、頑張っておるの。ああ、てめえ、ああ、よし。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。よいしょっと。よいしょっと。あら。どこ行くかな。よし、ここだ。なんだルーシー、まだそんな格好してるのか。もう着替えてる。って修行は？もちろん分かっている。
こういうのはメリハリが大切だ。よく遊び、よく食べ、よく寝る。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月しかないのに不安だな。おおおい、まあ、ナイツ。よいしょっと。行くわよ。痛いわよ。よし、カリーのオーカー決戦。よし、楽勝楽勝。よっしゃ、いっちゃいっか。開け天下地球の扉、スコーピオン。カント天輪の鎧、アクレストーム。よし、カリーの結果。よし、ルーシーキリーク決戦。我々の勝利だ。斬られたいものからかかってこい。その調子です、ルーシーさん。大地を、風を、気を肌で感じるのです。そして自然と一体化するように呼吸を整える。きつい。レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことある？すべての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とかそんな物騒な話じゃなかった。それは一見簡単に手に入るようでとても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもあるの。お母さんは言ってた、全ての魔法は愛から始まったって。だから私は、一なる魔法って愛のことだと思うの。
とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く、あいさー、もっともっと強く、あいあいさー、俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるんだ。見せてやるぞ。姫、大変です。バルゴ、いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう、ルーシーのせいで、ルーシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、どうか助けてください。なんだと。精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。ここが精霊界？よーく来たな、古き友よ。あんたはでかひげ精霊王。お前がここの王か。お前って言った。いかにも。精霊界は滅亡の危機って。ニカ、ルーシーとその友の時の呪縛からの帰還を祝して宴じゃ。え、精霊界の滅亡って。えへ、なに。ルーシー様たちの帰還を祝して名たちなりに考えたのです。どう、びっくりした？今回は特別よ。プリン。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう。そう、今宵は大いに飲め、歌え、騒げや騒げ、古き友との宴じゃ。ありがとう、みんな大好き。古き友よ、そなたには我々がついている。では古き友に星の導きの加護があらぬのこと。本当にお前は精霊に愛されているな。みんな最高の。そういえば、一つ言い忘れてたことが。精霊界は人間界とは時間の流れが違うのです。まさかそれって、こっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。
精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え、終わった。ヒゲー、時間返せー。